だってスリッパ用意されてませんから。はい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。ってことで、まあ、前回アクセサリー作ってモンスターのスカウト級やったんですけども、今回ちょっと配合やっていこうかなと。久々のなんかが起こりそうな。最近エレベーターをいじっていたらビルの地下へ行けるようになったんだぜ。お、上だけじゃなくて地下があるんや。そこでこのデスクを見つけてな。おめえの役に立つものだからやるよ。新たなるビルの楽しげなマップレベル20を手に入れた。名前、新たなるビルの楽しげなマップ、何それ、すげえ気になるんだけど。そいつはマップナディスクっていうモンスターマスターの使っていた道具だぜ。マップナディスク、マップナディスクを使えば地下にあるディスクマシーンから異世界へ行けるらしい。何それ、すごい。ナビマップの右にあるエレベーターから地下に降りられるから行ってみろよ。なるほど。まあそこにはまたそのうち行くかな。ナビマップの右にあるエレベーターから降りた先にディスクマシーンがある。そのディスクマシーン、さっき渡したマップナディスクを使うんだぜ。ところでアイナ、配合やっていくのかだぜ。ほい。ってことで配合を、おや、どうしよう、ある程度レベルがあった方が、いや、レベルがあったやつの方がダメなのか。まあ、じゃあとりあえず一番上におった剣、プリズニャと、あとなんかいけそうなの、あ、妖怪魚、なんかニューで妖怪魚おる。ちょうど水中ライドをできるようになったとこやけん、まあちょっと不気味なキャラではあるけれども、今おるホエミスライムとシビレクラゲも泳げるけど、魚の方がなんかもっと早く泳げそうな感じすることない。生まれてくる子供が引き継ぐスキルを3個選択してください。1つは必ず選択する必要があります。引き継いだスキルのポイントは半分になります。引き継がなかったスキルはポイントによって証しアイテムになります。ということでスキル、何ホラーニュー、おー、恨み節、皆殺し。いいね。でも、とりあえずは、まあ、まずは、HP 回復絶対いるでしょ。でもって、氷結の使い手。まあ、一応これ、スキル振り分けてるから、もったいないし、取っとこうか。で、残りをどうするか。賢さ。もう、普通に、攻撃力アップ。攻撃力はやっぱ大事かなっていう感じがするけん。じゃあこれでスキル選択完了。引き継ぐスキル OK ね。配合する。こののんきな音楽のまんまなんよね、そういえば。おー、妖怪魚。じゃあ妖怪魚で。OK。はい。どうしよう、メンバー入れ替えとこっか。じゃあちょっとスタンバイに入っとるビッグハットと入れ替えといて、そこでレベルを上げていってもらおう。魔物の配合をやりたくなったらまた来るんだぜ。オッケー、ありがとう。ということで、じゃあなんか結構さ、モンスター集めたけど、もうなんもない。アイナとの魔物の情報集めは順調ですかな。一つのランクの魔物は10体以上スカウトし、情報が集まったら話しかけてくだされ。我が輩が集めた魔物の情報を使ってリアクターのライブラリを解放しますぞ。なんもなさげだね。ってことで、じゃあメインストーリーの方に戻っていこうか。ルーラーでホーラーパーク、モノリス前かな。ホーラーパークの東に行かねばならんと思うやけど、あ、あっこか。え、あっこは一旦街の中に入っていくんかな。あ、ちょっと待って、乗る。キラーパンサーに乗る。大地の力を手に入れた。んで、一旦街に入って、別の出口から出るってことかな。三つぐらい出口あったよね。確か。ほい、来た、スライムブレス。ちょっとスカウトしてみよう。かわいいよね。さあ、来い。お、結構いけるんじゃない？いや、弱いか。あー、弱いよー。最後のホイミスライム弱いよー。スカウト失敗。様子を見ている。強いな。結構簡単にやっつけれるけど、
攻撃も強いな、あっちの。さあ、2回目どうだ？あ、さっきよりはいけるんじゃない？そうでもないか。同じぐらいか。ほい。あー、失敗。あ、怒られた。もうダメだ。もうダメだ。ちょ、待って、戦おう。じゃあ、普通にやっつけまーす。あ、やべえ。プリーストナイトの体力が。この子はね、体力じゃないわ。攻撃力は結構あるんやけど、まだね、他が、レベルも低いし。大丈夫か？ホイミスライム、君自分が。そうそうそう、ベホイミを。おっしゃー、やっつけたー。お、なんか誰からベル上がったね、スタンバイモンスター。さあ、それでは行こう。魔導の力を手に入れた。魔導の力、この辺のアイスゴーレムとかちょっと怖いんだよね、見た感じ。よいしょ。はい、到着んで、ボーラパークに来たんだけど、ボーラパークじゃねえ、ボーラパーク。どっから出ればいいんだ？あっちか？なんかさ、外へ出るって書いてるとこと、書いてないとこあるじゃん。あれは一体どういう、どこ？え、あれはどっから行くの？あ、あれが、これが一つの街っていうか、ポーラパークの西と東、あっちが東側ってことか。あれってことは、なんだ、これ中に入ってきちゃダメだったのかな？外から？ね、なんかその辺の、多分湖、これか？ぽいね。ぽいねってことで、ちょっと待って、早速、妖怪魚。妖怪魚。水中。お、いたいた。これを、使っていこう。しびれクラゲの方が可愛いけどな。うおー、不気味。小さな貝殻を手に入れた。じゃあ、これで、さあ、行きます。なになになに、やめてよー。ぶつかった。あ、でもアイスゴーレム一匹だけやけん。あ、スカウトしよう。スカウトしよう、スカウト。やっつけないでね。はいはい、スカウト。いけるかな？あ、でも思ったよりはいけてる。おっしゃ、50いけ、50。あ、いかない。ホイミスライム弱。スカウトし、あー、怒られた。ダメじゃん、怒らしちゃ。はい、もう倒しちゃえ。攻撃攻撃。レイド切り。お、誰かスタンバイモンスターレベル上がったね。あれかな？妖怪魚がどんどんレベル上がっていきよんかな、もしかして。おい、それじゃあ、沈んでいきます。あれやろ？この光を頼りに、行けと言っていた。あの、ルキアさんが、この光を置いてくれていると。これアイアンタートルじゃない？違う？なんか今動いたよね。ディープバイダー。ディープバイター。わからない。とりあえずスカウトしてみよう。あ！弱い。弱いよ。やっぱりこういう新しく行けるようになった場所のモンスターというのは強いかな。あ、強い。ん？でも、そのディープバイターの攻撃は弱かったけど、とりあえず逃げます。とりあえず逃げて、あ、突っかかった。そしてまあ、この辺の、魔導の力を手に入れた。ん？こっち？上？おー、なんか上に登っていく。宝石の力を手に入れた。なに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 ？こう？合ってます？これ上がっちゃダメなんじゃね、まだ。これまだ上がっちゃダメなんじゃね？え、上がっていいの？光を頼りにって言ったよね。あれってことはいいのか？わからん。こっちの中かな？え、違くね？清めの水。思いっきり行き止まりだった。ん？ってことはやっぱりこっち上がったんでいいのか？ふわー。どうよ？あ、抜けた。ちょっと待って、ギガンテスいるんですけど。とりあえず、こっちで合ってたのか？待って、どっち？こっちか。
こっちで、ここ違う違う違う。ここで上にパシャッと上がって、あ、ここを渡って泳いでいけばいいわけだね。え？違くね？え？違うよね。おう？ちょ、待って、もう一回行きまーす。あの出口は一体どこにあるの？こっち？こっち？え、どこさ？ここだよね。ここってなってるよね。ちょっと謎なんですけど。ここでしょ？は。でもここに上がってきたらこういうことになるんだ。一体何？一体何すか？わからない、わからない。とりあえずここ抜けてきた。で、なんか、ギガンテスいる。あっち行ったら戻るんだよね。ってことは、こっち側か？ここ？ちょ、もう一回こっちに。あ、そうだね、そうだね。ちゃんと移動してるね。あ、よかった。もう、迷ったかと思ったよ。よくわからない。ここの中？あ、違う、行き止まりやった。めっちゃ普通に行き止まりやった。光を頼りにって言ってるだろうがいい。じゃあ、ここだね。ここ上がって、はい、パシャッと。お、なんか、看板？この先、東西連絡用水中トンネル。ここが水中トンネルってことかな？あっちか？ちょ、待ってね。とりあえず走ろう。なんか一瞬すげえ走りにくかったんだけど。あ、で、結局、これか。これで、はい、潜ります。で、潜って、お、あった、光。で、あっちの方向にずっと。ここは何のモンスターもいないな。ん？いるのか？いや、いないな。でも、落とし物があるってことは多分、どこかしらに、こう、挟まる。どこかしらにモンスターいると思うんだけど。どの辺だろう。この辺でバシャー、何あれ何あれ何あれ。これくぐったらなんかある？あ、違う違う違う。上上上。うわ、うまくくぐれない。おーおーおー。スピードアップ。いいねいいねいいね、そういうの。おー。もう端っこまで来た。バシャッと。これで何？着いた？あ、着いたっぽい、着いたっぽい。やったね。目覚めの針。で、看板。走ってきた、走ってきた、走ってきたよ。びっくりした、めっちゃびっくりした。これも敵か。これも敵だな。ブラウニー。もう住民なんだかなんだかよくわからないよ。この世界魔物しかいなくって。あ、でもブラウニーか。ブラウニーは、ちょっと待って、スカウトしとこうか。ちょっと弱ったから。はい、スカウトアタック。どうよ。どうなのよ。あー、いけんかもしれん。これは弱いよ。いけ。あー、失敗。怒らせた。怒らせてテンションアップしたよ。さあ、戦ってしまえ。でもちょっと強くない？大丈夫かな？テンション上げ上げー。あ、ほらほらほら、もうブラウニー強いわ。ほら、だってね、だってね。あれやん、ドラクエビルダーズでいつも、全部壊すってくるやん。あれ大きずちか。あれは大きずちか。ちょっと逃げるね。ああ、回り込まれた。てめえふざけんなよって言われる。逃げます。んで、入り口入り口。なんかこの辺さ、足元超滑るんだけど。超滑って入りにくい。入りにくい。違う、歩きにくい。ほい、たどり着いた。これが東側。おー、なんか、モンスターの種類が違いますな。ん？これは、宝箱。880ゴールド手に入れた。やったー。強盗だ。レジスタンス？まだ生き残りがいたか。だがお前らの居場所はもうないぜ。優しくしてるうちにさっさと失せな。氷の霊園にいられたくなければな。氷の霊園なんだいそれは。陥落の霊道と何か。ん？これは、見たやつかな。シルバーの旦那が死んだ時、イエタス様は葬式もろくにせず、すぐに跡目を継いたんだ。今のイエタス様には血も涙もね。この交代機器はどうにも気なくせえぜ。ん？こっちの、
別にそこそこの場所におるけんってみんながみんな味方なわけではないんか。俺たちはイエタスファミリー、このポーラパークの正当な支配者だ。東道組の好きにさせるかよ。奴らの弾、取ってやるぜ。物騒だよ。物騒だよ。こっちはいけんの？イエタス様の命令だ。霊園の入り口は誰であろうと通さん。あ、ここがその氷の霊園とやら。通してくれねえじゃねえか。入れてやろうかも何も。で、ここにそのイエタス様。イエタスってイエティのことか。なるほど。他のやつはいないの。お。かわいい動きが。いや、真ん中のイエティはものすごく不気味なんだけども。ほう、このイエタス様の屋敷に土足で踏み込んでくるとはいい度胸だな。だってスリッパ用意されてませんから。その姿は、レジスタンスの生き残りか。東堂に泣きつかれてここに来たのか？別に泣きつかれてはないさ。先代のシルバーを騙し打ちで殺したくせに、自分の命は惜しいというわけか。そんな卑怯者の言う和平など、受け入れてはやれんな。しかしイエタス様、騙し討ちをした東堂が和解をこうも願うでしょうか。我々はもしかして何か重大な勘違いをしているのでは。怖っ。へえ。ほら、部下の方がわかってるよ。部下はなんかちょっと、いいやつだなって思うやつが結構おるみたいやけど。大切なのは希望を手に入れることだ。和平など必要ない。勝てばいい。こいつなんか乗り移られとんやない。大丈夫？貴様はここで始末しようかと思ったが気が変わった。見逃してやろう。帰って東堂に伝えろ、レジスタンス。首を洗って待っていろとな。全然和解できない。うわ、しかもなんか、当選簿。イエタス様は貴様らとはもう会わん。痛みを見る前にさっさと帰れ。なんだって？ちょっと追い払われるんだけど。俺たちはイエタスファミリー、ボーノコーラパークの正当な支配者。なるほど。追い返されますけども。なに。てか、それぞれの場所にさ、ルーラポイント作ってほしいよね。こっちないの？ルーラポイント。ルーラポイント。言えてなかった。なさそう。ルーラポイント。なさそうだね。てか、地図上には表示されるんやっけ、ルーラポイントって。されんのやっけな。とりあえず、ないな。ないよね。会ってくれないとこもあるよ。上とかさ。あ、どう？この辺行けるんじゃね？あ、ギリギリ届いた。何もなさそうだね。よいしょ。うわぁ、追いかけられるー。ってことで、まあなんか伝えに行こうか、じゃあ。ルーラで。ポーラパーク、あ、東口あるじゃん。ポーラパーク西口にじゃあ行こう。なに自動的にあるってこと？なんか、ルーラポイントとか別に特になかったけど。ね。じゃあちょっと伝えてきますか。東堂親方に。東堂さん。なんか普通に人みたいやけど。はいはい。噛みつきよった。おう、戻ったか。手間は取らせてすまんかったの。だがその顔を見るとダメだったようじゃな。イエタスめ。そんなに血が見たいか。あゆだよ。イエタスは他に何か言っておったか。他に。特に別に。なんかあったか？なんか語ってるな。何？希望を手に入れるだと？奴がそう言っていたんか。そこなんかそんな引っかかるんかな。希望。そいつはこの地を去ったルキアがわしらに残してくれた、あるもののことじゃ。何？希望がいずれ世界を変える。そんな風に言うておった。だがこの話、わしとシルバーしか知らぬはず。イエタスは希望のことをどこで知った？やはり何かがおかしいの。あっちが殺したんじゃね？大変だ。イエタスファミリーに連中が親分出すと勝ち込みかけてきやがった。勝ち込みじゃと？イエタスの若造め。こうなったら全力でいてもうたるわい。言葉遣い。うわー、でかいよー。
イエタスより東堂の方がでかそうに見えるよね。ということらしいのだけれど、一応行ってみようか。じゃあちょっと行こう。広場で。まさかの。おうおう、睨みを。睨み合っている。でかさで言えば確実にこっちかかってんだけどな。イエタス、わしはシルバーを殺しておらん。なぜそこまでわしを疑うんじゃ。問答無用。首から下げたその王さの証。卑怯者の貴様に持つ資格はない。首から下げた王さの証。イエタスもなんかぶら下げとることない。聞く耳持たんというわけか。こうなれば真実を明らかにするまで。あゆなよ、シルバーの死を調べて、本当のことを明らかにしてくれ。どうやって？東ポールパークの中に、氷の霊園とわしらが呼ぶ墓場がある。あ、墓場なんや。なるほどね。ぶち込んでやるって言ったのは、墓場に入れてやるってことか。殺すってこと？そこにあるシルバーの棺桶を調べろ。奴が手がかりも残さず死ぬはずがない。イエタスに邪魔はさせん。ここでわしが押さえておく。もはや恩師だけが頼りじゃ。任せたぞ、アユナ。確実にイエタスが殺しとるって、なんか証拠隠滅しようとしとるやろ。まあ、ということらしいので、まあ、こういう緊迫した空気の中ではあるけれども、今回はこの辺で終わりたいと思います。今回も最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。なんかめっちゃすごいドアップのお尻でお送りしとるけど、こっちの方がよろしい？おー、すごい取っ組み合いや。見えねね。行けない。